マトリックスマトリックスリローデッドマトリックスリローデッドは2003年のアメリカ映画監督脚本はウォシャウスキー兄弟ワーナーブラザース配給マトリックスシリーズの2作目人類の最後の砦でザイオンでは一つの重大な問題が持ち上がっていた人類は宿敵であるマトリックスを支配するコンピュータに対し ホバークラフトシップを駆使してのゲリラ戦を挑んでいたが、オシリス号がもたらした情報によれば、コンピュータはザイオンを直接攻撃するため、センチネルと呼ばれるロボット25万体もの大軍による殲滅作戦を発動したことが明らかとなった。対応の遅れたザイオンに残された時間は72時間を切っており、一刻の猶予もない。ネオたちはマトリックスでオラクルに会う。ネオは、 彼女の側近であるセラフに導かれ、コンピュータの中で無秩序に広がった仮想世界がコンピュータの意思決定能力にすら影響すると知る。そしてオーラクルは人類を救うためにネオがマトリックスのソースにたどり着かなくてはならないことを告げた。ネオはついにマトリックスの創設者であるアーキテクトと対面する。そこで伝えられたのはネオは予言された救世主ではなく、 プログラムされた存在で、ザイオンもマトリックスの破局を予防するために、アーキテクトによって企画されたことを知らされる。現実世界では、センチネルの大群がザイオンに迫っていた。ネオは、自分の属している、現実世界や、親しい人たちか、人類を生かして、より完成されたマトリックスへの変化の礎となるかの、選択を迫られる。日本語版人役はアリーヤを配役して、 撮影を進めていたが、完成前に、事故死したため、ノーナ・エムゲイが務めた。撮影は主に、オーストラリア・シドニーの、ホックス・スタジオ・オーストラリアにおいて、続編、マトリックス・レボリューションズと同時進行で行われた。高速道路で、カーチェイスを行う場面は、アメリカ・カリフォルニア州アラメダの使用されなくなった、アラメダ海軍隊役軍人飛行場で撮影された。 カーチェイスを撮影するべく条件に合う高速道路を探していたとき撮影のため道路を封鎖して借り切ることができる道路としてオハイオ州アクロンにある環状線オハイオ州道59号線を見つけたがプロデューサーが撮影を始めるたびに車をスタート位置に配置する時間が莫大にかかるとしたことから飛行場の古い滑走路上に 約 2.5km に及ぶ道路を造成した。この道路は後に劇中のカーチェイスシーンの最後に起きる2台のセミトレーラートラックが正面衝突するとどうなるかを検証するテレビ番組怪しい伝説で使用された。短いトンネルの部分はカリフォルニア州オークランドとアラメダを結ぶウェブスターチューブで撮影され、基地内の航空企画の庫では編集作業も行われた。 これらのセットに使用された大量の資材は、つまみ両後メキシコの低所得者向け住宅の木材として送られるなど97%が再利用された。本作はアメリカで公開初日に4250万ドルの工業収入を記録し、2002年5月にスパイダーマンが記録した3940万ドルを超え、全米の公開初日の工業収入の新記録を 受立した。公開3日間の興行収入は9177万4413ドルを稼ぎ出した。これはスパイダーマンに次ぐ歴代2位の記録であった。また、R レーティングの映画として興行成績は2004年のパッション、公開3日間の成績は2015年のデッドプールに抜かれるまで歴代1位であった。日本では6月7日から先々こう。 先行実施、666スクリーンで公開され、初日、2日間の講習は22億2285万4550円を稼いだ。動員では及ばなかったものの、これまで、ハリー・ポッターと秘密の部屋が持っていた20億5487万8350円を上回り、日本新記録となった。 映画批評家のレビュー集積サイトの6点トマトズでは244件のレビューで支持率73%平均点を6.810とした。また別の映画批評家のレビュー集積サイトのメタクレッティックは35件のレビューを調査し、肯定的なものを25件、どちらとも言えないものを14件、否定的なものを1件とし、過重平均値を62、100とて、 概ね好評とまとめた。ユダヤ、キリスト、イスラムの三つの一心教に関連した話題が多いことからエジプトでは上映禁止になった。エジプトのメディアは本作に登場するザイオンはシオンをモデルにしており、それが悪に破壊されるためシオニズムを助長する映画であると批判した。2003年に日本で発売された本作の DVD の オリジナル音声と日本語吹き替え音声ではサラウンドミックスに違いがある。ネオがセラフにオラクルの場所まで案内されオラクルとの会話が終わりエージェントスミスが登場するシーンではオリジナル音声はセンタースピーカーからスミスの声が出るが日本語吹き替え音声はリアスピーカーから声が出る。フジテレビ制作の吹き替えは今作からステレオ制作になり ワウワウでの吹き替え保管版モステレオ放送が行われた。高速道路の場面中、2台のフォードトーラスと1台のダッチラム、ダッチストレータスが一瞬登場するものの、それ以外の自動車はすべてゼネラルモーターズ製である。そのうちカーチェイスに参加した自動車にはトリニティの運転するキャデラック CTS、敵のザツインズが運転するキャデラックエスカレード X とパトカーには 数台のシボレーインパラ、シボレーカプリスが使われた。後に追加された車種として、オールズモビルイントリーグ、オールズモビルオーロラ、シボレータホ、アウディエ8、三菱、マグナ、レクサス ES なども登場している。コリンチョウが演じた、セラフの役は、当初ジェットリーにオファーが来ていたが、ジェットリーはその役を引き受けず、ザワニへ出演した。なお、キアヌ・リーブスは、 マトリックスの出演準備として、ジェット・リーの作品からアクションスタイルのヒントを取り入れたと語っている。ありがとうございます。